はい、ジュゴンです。ということで今週も FP が、無事やってきたということで、毎週恒例の比較をやっていこうと思いますが、まず、この動画はプレミアリーグの選手を中心にやっていこうと思います。ということで早速いきましょう。まず今週の、FP のスターリングですね。まあ、能力はこんな感じですね。前回は11月8日に来ております。総合値は前回の方が1高く、今回レベル上限が1高いですね。で、能力はほぼ一緒ですね。で、違うのが今回上がったのが瞬発2、ボディコン2で、下がったのが、オフェンスセンス3、ドリブル2ですね。ということで、まあ、前回の方が強いですね、これ。まあ、瞬発に高いですけど、レベマにすると、結局どちらも99なので、まあ、高いとはいえ、一緒ですもんね、レベマにすればって感じで、これは、前回の方が強そうですね。まあ、あんまり差はないですけど、前回の方が強そうです。で、スキルなんですけど、前回はワンタッチシュートを持っていたんですが、今回は、ワンタッチシュートが消えてチェイシングに変わりましたね。まあ、でも、まあ、お互いにね、そのスキルをつけてしまえば、まあ、似たような感じになりますので、そこはいいですけど、まあ、能力の関係で先週の方が強そうですね。はい、次へ行きましょう。次はサラーですね。はい、能力はこちらですね。で、3回来てますね。1回目は、リバプールのクラブセレクションで、2回目が、週刊 FP ですね。で、今回クラブセレクションですね。総合値レベマは、一緒ですね。オフェンス選手も一緒。まあ、一緒のところが多い中で、まあ、1回目のサラーは、カーブが高くて瞬発が高いと。ただ、まあ、瞬発にもこれレベマにすれば、2回目3回目のサラーも99になるので、まあ、そんなに差はないと。というと、カーブしか優れてないって感じですかね。で、2回目は、ボールコントロールが3高いと。で、決定力が1回目よりは3高いということで、まあ、1回目2回目比べると2回目が強いんですね。で、今回ですけど、高いのはグランダーパスだけですね。まあ、2回目に比べてですけど、ということで、前回と今回ボールコントロールかグランダーパスかっていう感じですね。前回と今回で言うとあんまり差はないですけど、まあ1回目に比べると今回の方が強くなったかなという感じですね。なので2回目が一番強くて、今回のが2番目で、一番最初に来たサラーが一番、まあこの中で言うとちょっと弱いかなという感じでしょうか。で、スキルの違いですけど、まあ、1回目3回目はクラブセレクションなんで同じスキルなんですけど、2回目だけ違いますね。足裏コントロール、ワンタッチシュート、闘争心ついてますね。まあ、ただ2回目のやつは、スキルの追加がねできないので、そこはどう取るかって感じですね。ただ1回目と3回目は好きなスキルをつけることができるので、もしスパサブとかね、まあ他にもまあ好きなスキルをつけたいのであれば1回目3回目の方が自由は利くって感じですね。でも3つともねつけれている、まあ2回目の方が強いですかね。闘争心、ワンタッチシュートとかもありますし、まあ、足裏コントロールも結構ね、いいスキルですね。ということで、2回目が全体的に強いというね、結果になりましたね。はい、次行きましょう。次、ファンダイクなんですけど、
ファンダイク、前回のクラブセレクション、今回のクラブセレクション、全く能力一緒でしたね。はい。で、スキルももちろん同じということで、まあどちらのファンダイクも同じということで、お好きな方を育てていきましょう。ということで次アリソンですが、総合値は前回のクラブセレクションの方が高いですが、レベル上限は、今回の方が高いと。で違いですけど、キーパーの能力、今回はクリアリングが3高い、ただ前回はディフレクティングが3高いというだけですね。微妙な違いですけど、果たしてどちらがいいんでしょうか。まあどっちっていうことはそんなにないさそうですけどね。はい、次へ行きますが、その前にスキルも同じですね。なので完全に引き分けって感じですかね。はい、次フィルミノですね。フィルミノ3回来ています。1回目がまあクラブセレクション、2回目が週刊 FP、 今回クラブセレクションですね。ドゴチは今回の方が1高いですね。まあレベル上限はまあ前回、前々回の方が高いと。はい、ということで、まず1回目2回目を比べると、2回目の方がオフェンスセンス、ヘディング、フィジカルが3高い。ただ1回目は、ボールコントロール、決定力、ボディコンが高いということで、1回目2回目を比べると、引き分けかな。難しいですね。ボディコン、フィジコン、どっちを取るかみたいな感じにもなってきますけど、まあ結構クロスを上げる方にとってすれば2回目の方が強いかもしれないですね。ただ足元につなぐ方が多いんだったら、もしかするとボディコンの高い1回目かもしれないですね。はい、ということで1回目と次3回目、今回を比べると、またオフェンスセンスが高くて、今度はドリブルが高いですね。で、そこぐらいか、高いのは。で逆に低いのがボールコントロールと、ボディコンということで、ボールをキープすると考えると前回の方が高いと。まあ1回目ですね。ただオフェンスセンスとかドリブルを重視したいのであれば今回高いと。どっちがいいんですかね、これは。難しいところですね。はい、ここは引き分けって感じてもいいかもしれないですね。で2回目3回目、比べると、今回の方がドリブル決定力が高いと。で、逆に下がっているのがヘディングとフィジカルですね。はい、ということで、クロスをメインにするとすれば2回目の方が強いと。やはりただ足元でつないだりしたする方にとっては今回の方が使いやすそうですね。はい、まあスキルの違いを見てみましょう。ということでこんな感じですね。全部埋まっておりますので、スキルは一緒ということで、まあ使い方によってって感じですが、クロスを結構上げる方にとっては2回目が強いと。ただ足元でつなぐ人にとっては1回目と今回が強いということですね。はい、ということでこの動画ラストいきましょう。ラストシャッキリですね。シャキリですが、
前回は12月20日に来ております。で、総合値は今回が2高くて、レベル上限は、前回の方が高いと。ただ、まあ、総合値も2高いということで、まあ、ほぼほぼ今回の方が能力高めですね。ドリブルは5違いますね。で、プレースキックが4、他は1とか2とかですかね。で、逆に、前回の方が高いのはオフェンスセンス1、瞬発1のみということで、まあ、能力だけで言えば今回の方が強いですね。はい、ということで、スキルを見てみると、まあ、前回はワンタッチシュートスパサブがついていたということで、スパサブで起用するとか考えると前回の方が強いですよね。で、まあ、今回はその2つがなくなったっていう感じですね。と考えると前回の方がもしかすると、スパサブメインで考えるとなると、やっぱ前回の方が強くなってしまうのかな、どうなんだろうっていう感じですが、まあ、こちらにスパサブをつけてしまえばこっちの方が強いみたいな感じですからね。スパサブをつけてみるのもいいかもしれないですね。はい、ということで、今回の動画はですね、ここまでですね。ということで、まあ、明日の予告をしておきますけど、明日の動画はですね、残りの、クラブセレクションじゃなくてですね、FP の、まあ、比較の続きとですね、まあ、似たような、選手の比較をやっていこうかなと思います。ということで、まあ、まだ能力の数値は変えてないんですけど、まずアーノルドと、ベジェリン、まあ、足の速い両、まあ、右サイドバックの両方選手を比べていくと。で、次は、まあ、チアゴシューバとマルキーニョスでキンペンベを比べていこうと思います。まあ、小柄なセンターバックですね。で、ポグバとミリンコビッチサビッチでレベマのゴレツカということで、このね、巨大の中盤みたいな選手を3人比べていこうと思います。で、あとは、ジェコと、ピッツを比べていこうと思います。はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。まあ、また明日もやるんですが、似たような感じで、まあ、今回のね、まあ、動画を元に育てる選手とか、ね、使う選手を決めてですね、そちらを重点的にレベル上げをするのもいいかなと思います。ということで今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。